人類が初めて接触した地球外の存在、エクストラテレストリアルリビングメタルシェイプシフター、通称エルス。地球外変異性金属体である彼らとの戦闘で刹那が感じ取ったという意志は、彼らが自らの判断で地球圏に接近し人類を襲ったことを示していました。彼らは何の目的で、何を求め、人々を襲ったのか、その真意を探ろうにも、私たち人類はエルスの行動理由はおろか、その特性さえも未だ把握できずにいるのです。かつてイオリア・シュヘンベルグが提唱した来るべき対話、それは本来人類が外宇宙へ進出を果たした時初めて到来するものと想定されていました。でもしかし、同種同士でさえ未だ完全に争いを止められない人類、その未熟な人類が地球の生態系とは全く異なる存在を理解できるはずもなく、今の人類ができることは彼らの敵対行動に対応することのみ。唯一の手がかりは、先駆けとなるイノベーターたちが感知した意志とも思えるエルスの共鳴。それは人類には想像しえない強大な命の叫びそのものでした。叫びの空、
様子を見ていても拉致が開かない。エルスの真意見極めさせてもらう。のぬけどもが頭に響くんだよ。叫んでばかりで。遅いんだよ。GN ファン、射出をする。落ちるがいい。日頃の晴らさせていただく。熱湯し会話だと。そんなものは必要ない。従わなければ従わせるのみ。
自分たちの手で掴み取るものだ。どけ。ここで歴史の流れを食い止めなければ、また俺たちのような兵士が必要となる。
たちは何者だ。何を求めてここに来た。答えろ。答えてくれ。お前たちの目的は。スタンドマニューバーと同時に3回弔い合戦だ。どれだけかかってこようと狙い撃つ。状況は分かってる。今はエルスに対応する。目標へ飛翔する。外さない。
もってすれば敵はいねえんだ。